これ、ばあさん生きてたらどうなったんだろうね。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思いまーす。さて、前回エルドリッチがね、神くらい倒したんで、どうしよっかなーと思ってるんですけど、まずやりたいのが、結構前に、鍵をもらって塔に侵入したと思うんですよ。カバタンのソウルがあったんで、あっち方面でまだ行けそうなところがあるんで、そっち側に行きたいな、というのと、動画見直してたりとかしたときに、青だったっけ？これ、青鏡。これ、倒したおばあちゃんがいるじゃん。その時に落とした盆栽だったっけ？水盆？これか。これを、首切らんとする騎士像にこの水盆来たまえっていうのは、これをちょっと置いてみようかなと。やれることやっていこうかなと思います。なので、まずは、こっちか。塔の方に行こうかな。あれ、行けない。まあ、もう楽勝でしょ。んなことねえかった。195かー。火はダメ。ああ、ゴリ押しできるね。さあ、走行を。はい。決まった。意外とキック出しづらいんだよな。落としてくれるね。めっちゃ落とすじゃん。あれ？あのさ、この子たちってこんなに前いたっけ？全然そんな感じないと思うんだけど。あ、まだいるね。いたっけ？全然記憶にないな。ああ、首切りこれだね。じゃあ、イベント始まったね。突然っぽいな。なんか落ちてるね。なんかイルシールっぽいね。あれ、しかもなんかでかくね。でっかいね。冷たい谷の踊り子。どっちだ？右。ちょっと様子見しよっか。連撃はダメだね。
ちなみにバクスターは取れないか、さすがに。あれなんだ、投げモーションか、もしかして。今のところはそんな。いき、あち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 。ああ、炎で若干削れるんだよな。で、周りが燃えてきてる。かっちょいいね。離れれなかった。やばいやばいやばい、壁かっか。ちょっと待った。やばいね、なんか出したね。あー、2等やめろやめろ、やべ、何回回転したか覚えてね。1、3で外れるのきついな。いったい。アイクのタイミングミスってるね。火が消えた。ああ、ダメだ。痛いね、痛い倒せた。あれ？いいの？倒せたけどいいの？あ、6万ありがとうございます。あれ？あれ？俺が聞いてたダークソウルと違うぞ。まあ、まあ、戻ろう。あれ？そうか。やっちまったな。あ、これ。踊り子の総馬券。あ、かろうじて使える。ちょっと見てみよう、見てみよう。めっちゃ気になる。うわー、かっけー。
ね、書いてんね。の結果、片手なんだよな。見てる感じね。回転も一回。ああ。なるほどね。そう。じゃあ、預けましょうかね。首切り像のところに捧げるだったよね。水盆。ああ、生贄の地ねー。あ、マジで中身入ってんの？すご。これ、ばあさん生きてたらどうなったんだろうね。もう躊躇なく切ったからな。よし、この先行こう。ああ、城内って感じだね。ああ、なんでもないんだ。ああ、そっちはいけるね。ああ、ショートカットねー。なんかいる。ああ、青銅騎士。だな？しかも青番。その見えないのがな。おお、つえ。はい、終わり。隊員は魔法を唱えたからだね。さあ、かけらげっちゅう。はあ。あ、下に行くんだ。なんか行けそうなところあった気が。なんかいたね。ちょっと待ってね。なんか降りれそうなところが一瞬あったような気がして。やっぱし用の庭。ああ、エストのかけらだ。これ、そうだよな。じゃあ、いつもの通り、弓タイムに入りましょう。移動の必要ないからな。お、塊。こっち行こう。あー、で、毒なんだ。
で、そこからってことね。あと、そこに。火欲しいね。危ねえ。なんちゅうことしてんやマジで。よし、やば、めっちゃいるじゃん。おほほほほ、ちょっと待ってね、見えないんだよね、無理欲出したからやね。あー、毒つら。いや、一旦ここで切ろっか。ちょうど良さそうだしね。よし。ちょっと悔しいけど、一旦ここで切りたいなと思います。ということで、ここね、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。